オキシコドンとは、オピオイド系の鎮痛剤の一つで、アヘンに含まれる、アルカロイドの手バインから合成される、半合成麻薬。商品名オキシコンチンなどがある。1996年の不法式眼、疼痛治療法においては、3段階中の3段階目で、用いられる強オピオイドである。麻薬及び、抗精新薬取締法における麻薬で、劇薬でもある。モルヒネ、 フェンタニルと並んで、眼性疼痛治療を第3段階に用いられる、強オピオイドで、オピオイド受容体ミュートカッパのアゴニスト。鎮痛作用は、蛍光投与で、モルヒネの1.5倍、硬膜外投与で1、10程度である。モルヒネに比べて、ミュー二受容体への親和性が弱いとも言われており、便秘や、吐き気などの副作用が少ないとされる。経験上、 吐き気もモルヒネに比べて、難治性となる割合が低い。しかしこれは、便秘や、吐き気対策が必要ないということではなく、使用にあたっては十分な配慮が求められる。主として、肝臓の代謝酵素サイプ 3A4 で代謝され、一部はサイプ 2D6 で代謝される。オキシコドンの除胞剤オキシコンチンが、使用の犠牲薬から発売されており、散剤や注射剤など、 各社から様々に出ている。日本ではヒドロコタルニンとの合剤の注射剤、アトロピンとの合剤の注射剤も販売されている。2007年、アメリカ合衆国におけるオキシコンチンの販売者であるパーデューファーマー社に対し誤解を招くようなブランド戦略に対して6億ドルの罰金が課された。同社はオキシコンチンは長時間型の放出製剤であるので、 短時間作用の薬剤よりも致命性や乱用性、依存性が低いと主張し、マーケティングキャンペーンの用として1996年に売り出しすぐに10億ドルの売り上げに達した。しかし、2000年にはアメリカ国内、特に農村部にて依存や関連犯罪が急増した。そして、同社の内部文書によれば、売り出される前から依存性や、 医師の懸念による抵抗があることを示していたが、詐欺的なマーケティングキャンペーンを実施した。会社を所有するサックラー家は、その依存性を控えめだと思わせるよう提示してきた。手立てについて、エスクワイアヤ氏も調査記事を載せた。2019年9月15日、パーデュー・ファーマ社は、米連邦破産法第11章の適用を、ニューヨーク州の連邦裁判所に申請した。 イギリスでは、オキシュコドンは1971年、薬物乱用法により、クラス A ドラッグとして規制されている。この規制は、おおよそ有害であると認識されているとの分類であり、処方箋なしに保持しているものは、最高で懲役7年、または、終身刑として罰せられる。また、違法に売買したものは最高で、終身刑に罰せられる。 オキシコンチニアメリカでは手軽で効き目が長続きすることから、怪我や手痛など、慢性的な痛みを和らげる痛み止めとして利用されており、処方箋を出せば、町の薬局で入手できるためらにようが、社会問題となっている。錠剤を粉砕して、鼻から吸引し、ヘロインのような高揚感を得る例が多かったため、2010年には、粉砕してもゲル状になるように、 オキシコンチンの製剤方法が変更された。アメリカでは120万人以上の人口がオピオイドを乱用している。2010年にはオピオイド及び他のドラッグ等の過剰摂取により16,652人が死亡している。2013年7月、FDA は表示ガイドラインを改正し、医薬品メーカーに対し、中程度の痛みに対する適用を削除し、 代わりに、長期オピオイド療法が必要となる、日中夜続く深刻な痛みと記載するよう、要求した。この改定は、医師が中程度の痛みに対して、必要と判断した上で行う処方を制限する、ものではない。アメリカ合衆国保健福祉省の統計によれば、おおよそ1100万人の市民が、コットン、ピルズ、キッカーズ、オレンジカウンティーなどの名前で違法に売られている。 医療外のオピオイドを一度は使用した経験があるという。アメリカの病院においては、おおよそ年間10万人の男女が、オピオイド薬物乱用のために入院しているとされ、オピオイド乱用は広く、アメリカに蔓延している。2015年6月18日、トヨタ自動車の当時55歳だった、女性乗務役員が麻薬を呼び、厚生新薬取締法違反の容疑のため逮捕。 された。ネックレスと記載されたアメリカ合衆国からの国際宅配便の小包にオキシコドンの錠剤が57錠入っていたため密輸の疑いが持たれたが麻薬を輸入したとは思っていないと容疑を否認した。小包はミシガン州から発送後にケンタッキー州の空港を経由し6月11日に成田国際空港に空輸されたもので元乗務役員は 父親から送ってもらった膝の痛みを和らげるために輸入したと説明している。7月8日、東京地検は不起訴処分となり、元乗務役員は即日釈放され帰国した。規制薬物との認識はあったが、体調不良に対処するためで快楽を求めるなど、乱用目的ではなかったと理由を説明していた。日本の検察当局は、 アメリカでは違法薬物使用に関する罪が軽いことと、逮捕後の6月30日に役員を辞任し、社会的制裁を受けている旨を考慮し、不起訴処分とした。ありがとうございます。